1時間ほどですか、1時間ぐらい、1時間ぐらいの間、川端さんのお話をたっぷり聞いて、あと皆さんの、お話もご質問等もたくさん聞きまして、満足のいくような進行をさせていただきたいと思います。私は手塚山学院大学というところで美術史とか現代アートの理論とかそういうものを教えております、長草と申します。よろしくお願いいたします。無名なものでございますので、今日私がキュレーションして、そして川端さんとどんな関わりでここにいるのかっていうのを、2、3分お話しさせていただきますと、なかなか川端さんがしゃべる前に前座の人がしゃべってる感じですけれども、私もうじき行きますけれども、エンジンがかかるまで耳を及ぼすという感じでございますけど、なぜ私がここにいるかというと、私は1992年以前、静岡の県立美術館というところで学芸員を7年間しておりまして、その最後の仕事がドナルド・ジャッド展という、ミニマルアートと言われるアメリカを代表する、アーティストの個展でして、それが非常にこう全国的にも評判で、ジャッド展という難しい展覧会を、静岡という地方でできたということで、東京からもたくさん人がいらっしゃったんですが、そのジャッド展の企画を、作ったのがギャラリー山口さんという、大阪の皆さんも知ってる画廊のなんですけれども、山口さんのところでジャッド展について、調べたり、あるいはジャッドが来た時にジャッドに会いに来たりしておりまして、それが90年頃だと思いますけれども、そういう中で大阪はなかなか来ないです。年に1回かそこらしか来ない時にジャッドに関わって大阪に来た時にですね、すごい生きのいいアーティストが2人手伝っておりまして、で山口さんに2人誰ですかと聞いたら、それが川端さんと佐藤家さんだったんですね。でジャッドの展示を手伝って、そのジャッドの糸を組んで、なんかボランティア的に働いてらっしゃるんだろうなと思ったんですけど、その時にお二人の姿を後ろ姿で見ましてですね、で、名前をインプットしておりまして、でその後静岡でジャッド展があったりして、そしてジャッド展が終わった瞬間、私手塚山学院の方に教えることになりまして、で93年から大阪にいるんですけど、その後ニューヨークにもいたりしたんで大阪との関わりは少なかったんですが、2000年ですかね、2000年のギャラリーバイスライム、バウスライムというところの京都の川端さんの展覧会を拝見しまして、穴が開いているとギャラリー、でたまげてですね、それまでも川端さんの作品たくさん見てたんですけど、美術手帳に展示を書いたりして、ということでお会いは後ろ姿しか見たことなかったんですけれども、で展覧会の表を書いてですね、でその後もずっとお会いしたことなくて昨年ぐらい初めてお会いしまして、で私が関わるブックアートっていう、韓国と日本の、26名の近々ソウルでオープニングが始まりますけど、その時のに誰をアーティストをしようかっていうところで、企画者の稲垣さんという人と意中の人でまず上がったのが川端さんで、1年ぐらい前に初めてお会いしました。長いですねでそういうこともあって、その後ここの企画が出て、私ここ1年ぐらいで急速に親しくさせてもらったんで、こういう光栄な席を与えられたんだろうなと思うんですけれども、その1年ぐらい前に初めてお会いした時に、思いましたのは、ジャッドに似てるなと多分川端さん、なんかジャッドの霊が降りてきてですね、ジャッド亡くなっちゃったんですけど、また会えよということで1年ぐらい前に会わせてくれたんじゃないかなという感じがしました。そして
今日こういう展覧会、まあ、先週少し前に始まりましたけど、見たときに、またドナルド・ジャッドが迷うてんだっていう感じがしまして、まあ、ドナルド・ジャッドっていう、まあ、キーワードが私と田田さん、あるいは笹岡さんの間には、まあ、あるんじゃないかななんていうふうな話で、ドナルド・ジャッドってキーワードが一つあるんじゃないかなと思うんですよね。ということで長くなりましたけれども、人生長いなということですね。すごく長く喋っておりますね。さあ、どんどん喋ってください。いよいよ落ち着きましたので、さて、今回これぐらい、この展覧会の前にエスパス446というところでもありまして、はい、今も続いておりますけれども、一応、まあ、会期が終わりました、はい、まあ、そちらも同時にあったんですけれども、さて今回の展覧会のについてのまず、まあ、着想というかアーティストの思いを、じゃあ、いよいよ語っていただきます。どうも、長々失礼いたしました。川端義人と言います。よろしくお願いします。難しいんですけど、一気に喋る、結構難しいです。まず、笹岡さんからのお話があったのは、はい、いつ頃だったでしょうか。4ヶ月、4、5ヶ月前だったと思うんですけど、まあ、全然笹岡さんとも電話でお話したり、お互い笹岡さんはキャズっていうこういう場所を持っておられながらいろんな活動してあると、まあ、自分もまた別の、それはどっちかというと仕事、ビジネスの方にだいぶ寄ってるんですけども、まあ、そういう形で仕事をしている中で、まあ、さっきご紹介していただいたように、もう15、6年前から親しくはしていたりして、たまにお会いしたら割にこう言い合いじゃないんですけど、まあ猿カニ合戦みたいな感じで時々お酒飲んで二人で言い合ってるような感じなんです。たまたま4、5ヶ月前に笹岡さんと顔を合わせた時に、あっていう感じで、あ、川端君おるやんと、一回うちで やってみるって言ってくれたはったんで、まあ、先ほど言うてはった446、エスパス446というスペースはだいぶ前から決まってたので、ちょうど、まあ、時期的にも同じですし、そのタイミングであれば、まあ、日常の仕事をお考えでも、まあ、期間的にも十分できるなということで、やりたいなということでスタートしたんです。で、まあ、第一歩でやっぱり一番自分が作品とかについて考えたりするのは、その場所、その会場というか、そこに作品を置くのか、飾るのか、まあ、言葉は別にしても、まあ、その会場を見てからやっぱり考えたいっていう方が自分の思いの中が強いと、まあ、何か作品を作ってそれを展示するっていうよりは、やはりその場所場所のこう力みたいなものとか魅力みたいなものがあるので、まずやっぱりその展示するスペースから入るっていう形かなとは思ってるんですけど、まあ、今回もこのキャズさんのスペースを見て、また446さんは446さんのスペースを見てという形で自分の中でこう作り上げていくようなやり方で作ってると思うんですけど、今回コンクリートブロックという素材を選ばれていますけれども、はいはい、これはどんなところから発生されたんですか。まあ、正直に今2つの場所で同時にやると、で、まあ、446さんは1階のスペースで、まあ、入り口も通常の入り口は狭いですけども、もし何か
たまたま考えたものが、大きくても例えばガラスを外すとか何らかの処置をしたら、まあ、あの制限としては割に少ないスペースだなと。でまあキャズさんの場合は3階っていうスペースですし、でまあ階段であると、エレベーターはないと。でまあ、あの外から窓から上げるとかという搬入の仕方についても結構あの人通りもありますし、まあ、窓もそんなに大きい窓ではないので、まあ、あのシンプルにあの搬入ということは階段で搬入だろうというのがまず一番大きい要素として自分の中にあって、で、まあ、いろんなあの自分の中で持ち駒ではないんですけれども好きなこう素材、まあ、鉄であるとかこういう、土とか、まあ、ブロックも含めあの氷とかドライアイスとかいろんなこうことをガーッと巡らしたんですけども、まあ、このスペース見た時にやっぱりこの針があのボーンとあの中心より歪んでこう、まあ、向き出して走ってて、で、まあ、ここもさあの意識的にあの多分向こうの部屋と通じて穴を開けられてるんですけれども、まあ、この床の状態とかこのギャラリースペースを見た時に、まあ、あの自分としてはここはあのこの何て言うんですかこのっていうのはあとこの針の素材が一番いいなっていうふうになって、まあ、そこからあのブロックにするのか、例えばここで型枠組んで、まあ、シンプルにあのセメントコンクリート車で、まあ、窓からこう入れて作るのかみたいな方法みたいなのを考えたんですけれども、まああのこれかなみたいな、まあ一気にいっちゃってるんですけど、このブロックがいいなみたいな形です。このスペースを見てブロックっていうものを発想したんですね、はい、スペースに合わせて発想されるんですけど、はいはい、あの少し前に私が、まあ、構想の段階のデッサンみたいなのをちょっといただいてですね、はいはい、あのその時と現在どう違っているかっていうのをちょっと言ってよろしいでしょうか。私がいただいたこう手書きのデッサンでは、あのブロックがもう少し斜めに内側にこうありましてっていう構想だったんですね。こう斜めのハの字みたいな。でそうしますと、まあ、この正面のものを作るかどうかっていうあのことを考えてらっしゃるというところまで聞いておりまして、でまあ非常に難しそうな難解な作品ですけれども、まあ空間の中にですね、ブロックが出っ張っていたらまあ作品と分かるということで、まずは一安心しておりましてですね、でそれをイメージしながら、まあ、文章の構想を練っておりまして、でいざ完成したそうではなくてかなり空間からこう引きまして、作品がないんじゃないかというぐらい、非常にシンプルに変わって、まあ、度肝を抜かれたということで、これでこの作品で一晩ぐらいで2000字私書きましたけどもっていうのは、なんかこのキュレーターをいじめてるんじゃないか。